大仏殿見に来ただけですけど、すごいとこにあります。はい、これがかの有名な大仏殿、田島大仏殿でございます。長楽寺、長楽寺、あのサンキュー、サンキューフォーカミング。この先崖やから気をつけて、みんな。これまっすぐ行ったら崖に落ちんねん。だからここは絶対飛ばしてあかんとこ。来たー。まもなく左方向です。ルートを変更しました。大仏殿でございます。田島大仏。中身見たい？中身見たい？中身見たい、みんな。まもなく左方向です。中身見たい人手を挙げて。中身見たい人がいたら、あの入ります。見たいです。オッケー。リクエストに応えちゃう男だよ。マサガミはルートを変更しました。まもなく左方向です。マサガミはリクエストに答えちゃうからなぜならば皆さんのためにライブをしてるから。ちょっと待っててね。すぐに出してあげるから。一時の辛抱。鍵閉めた、ちゃんと。ここもね、崖なんだよ。崖見て、ほらすごいでしょ。崖崖崖、田島大仏。だいぶ控えないと難しいかな。探すのはいいわけではなく、これから行くべき道である。素晴らしい。雲像、阿像、これはね、あのトイレに行く道なんですよ。これはね、この三角のやつはトイレに行く通路なんですよね。実はこうやってテクテク、ほら、ね、ほら
あ、すごいですね。見えないや。こんな感じで。こんにちは。障害者割引あります？あ、はいはい、はい、お願いします。これ一人ちゃん？一人です。半額で。400円いただきます。あ、はい、個人用出した方がいいかな。400円。あ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。雨が降りますので、まあ、回廊の回廊の、は、はい、ありがとうございます。撮影とかは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。五重の塔がありますけども、はい、階段になりますし、あ、まあ、よろしかったら2階までとか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。五重の塔は2階まで回廊ちょっと渡りますね。これが真正面の仏殿ですね。で、まあこう屋根があるんで、とてもね、あの、優しそうな方ですね。あ、マスク忘れた。マスク忘れた。まあいいか。あ、どうもありがとうございます。良い北海道、ナイスパ。これあるあるね、あるある、除雪機ですね。回廊素晴らしい。見てこれ、ほら、撮影許可いただいております。ありがとうございます、ご親切に。あそこほら、金付き堂だね。金付き堂、金付き堂ね、回廊。半額の400円でございます。ね、あそこにも何かありますね。はい、ナイスパー、ありがとうございます。三門で、やっぱり でかいね。うん、晴れてたらね。晴れてたら真ん中からグイグイ行くんですけど、ちょっと雪残ってますね。ほら、景色とか見て、ほら、山だからさ、もうあんだ、あんな、ね、だいぶ高いでしょね。だいぶ高いですよ、場所的に。よくこんな巨大なものを作ったなと思いますね、この山奥に。素晴らしい。坊や、良い子な、ねんねしな。はい、木でできてる、立派。こんな五重の塔、もう高くて取れない上までね、全部いっぺんに。ねえ、奈良の大仏と違って近いから楽。これが真正面です、真正面から入ると。金色に輝く三体の、いや素晴らしいね、光ってますね。田島大仏、半眼ってやつですね、半眼ってやつです。いや素晴らしい、ピカ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 。ちょっとね、ご錠剤をちょっと入れますね。こんにちは、ルーカさん、いらっしゃい。
ルカさんいらっしゃい。素晴らしいですね。見てください。ほら、ありがたや、ありがたや。ありがたや、ありがたや。ありがたや、ありがたや。めちゃくちゃ大きいですよ。ほら。ねえ。ナイスバー。真ん中が釈迦如来像。ね。で、こっちが阿弥陀如来像。そしてですね、こちらの方が薬師如来像でございます。はい、薬師如来像ね、はい、そして釈迦如来、そして阿弥陀如来でございます。はいね、すごいですね。ここら辺のね、こういう、まあ、祈祷をするところもね、こういう感じでとても素晴らしいね、とても素晴らしいでございます。見てくださいね。日本で無事ね、ルーカスさんが就職できますように、上の方までありますけどもね、上の方には登れなくなっております。はい、ね、これね、これ見てください。これね、1体50万円でございます。1体50万円でどうなるかね。これほら、1体50万円って書いてでしょね。1体50万円でなんとここに飾ることができるという1体50万円でここにこう飾っていけるわけですよ。皆さん分かりますか。1体50万円でこうね、はい、飾っていけてるわけですよ。これ皆さんあなたもどうでしょうか。3人並んだこの横顔、素晴らしいね。悲しいね、素晴らしいね。咲かそう心の花、生かそうその命。素晴らしい。見てください、横から見たらこんな感じね。素晴らしいね。金ピカでございます。はい、そういう感じね。忘れていませんか。あなたは自分で思っているより輝いていること、ね、素晴らしいですね。心現れないでおります、はい、それでございます。ご大事、雪残ってますね。雪がね、残ってますね。弘法大師様ですね、空海様でございますけどね。弘法大師様でございます、はい、お大師様でございます。はい、険しい顔をしておられますね。なんか私やらかしましたね、あそこでね、いますけども、こちら後ろになっておりますね。ここに住んでおられるんでしょうね、おそらくね。薪ストーブがあるのかな、煙突があるからね、山でございます。それではね、中に入っていきたいと思います。戻ってまいりましたね。金ピカに光っておりますね。ここにもたくさんありますね。はい、
でもと外にでこちら側に来るとちょっと電波が悪いみたいですね。はい、薬師のライトのとこまで抜けてきました。裏はちょっと電波悪いです ね。ろうそくが灯っております。薬師の雷像3体ピカピカでございます。田島大仏3体素晴らしい。そして見てください。今日があるものが明日あるとは限らない。皿の花は朝咲いて夕に散っていく、ね、こういうとこでございます皆さん、ね、素晴らしいじゃありませんか、ね、はい、ありがたいでございますね。本当にね、ありがたい、ありがたや、ありがたやでございます。はいはい、田島大仏ね、はい、釈迦如来、薬師如来ね、そして阿弥陀如来、三体揃い踏みでございます。はい、実はかの昔私これ上まで登ったことがあるんですよ。だから今日は登りません。雪がありますね、雪が。雪があります。とても素晴らしい。あ、晴れましたね、晴れました、ありがとうございます。晴れました、ありがとうございます。晴れましたよ。少しだけ覗きますか。パターンは一緒なんでね。南無大師遍路金剛、不動明王ですね。立派なあれでございますけど、これずっと同じようなパターンでずっとね上まで続いていってます。エレベーターはございません。ありがとうございました。とても素晴らしかったですね。それでは先へ行きたい、先を急ぎたいと思います。いかがだったでしょうか。田島大仏とてもね立派立派で、ぜひとも皆さんね、来るときは、ね、こちらの方に来たときは長楽寺ね、はい、素晴らしいですね。素晴らしい。もう一度振り返ります。素晴らしいね、ね、雲像阿像でございます。それではね、長楽寺後にしてですね進んでいきたいと思います。素晴らしいな、ほら見て、雲像ね、綺麗ですね。土地で阿像でございますね。素晴らしいですね。
平成5年でございますね。ただ清さんって言ったら確か日本交通の方かな。あの結構全国に大きな、お城とかお寺とか建ててる、確かの越前大仏もそうだったと思うんですけどね。はい、田島大仏でございます。どうだったでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっとあのサムネにしゃべっとこうか、1個サムネ用にちょっとしゃべっとく。天気晴れた晴れた、ほらギリギリまでバックして、危険のとこまでバックして、ここで撮るか、ここでここでね、こんな感じで行きましょうか。全然全部入らないですけど、ありがとうございました。そしたらね、またね、鮎の里八戸川キャンプ場にですね行きたいと思います。鮎の里八戸川、うん。多分テント張る頃には晴れてると思います。そして夜降ってまたあの朝ね、うん、あれすると思うんですけど、以前はあとこうお食事どころだったんですけど、もうねあれしてますね。閉店してますね。ちょっとやっぱり人件費とかいろいろ考えると難しいんじゃないかなと思いますね。そう、いいね、あのね、あの受付の方でしたね。落ち着いた、素晴らしいですね。やはりこういうところの方はやっぱ違いますね。我みたいに下族のものと違って。それでは八田川に向かいます。一応ねこれこんな風になってね、田島大仏でございますね。場所はこんな感じになっておりますね。はい、ご参考になればいいかと思います。こういう感じでね、そしてこういう感じでございます。で私は割り引いていただいたんですけども、大人は800円ですね。半額の400円で、入館でき、入館が拝観できました。はい、拝観料でございますね。それでは次、マスク忘れた。行きたいと思います。それレッツゴーゴーゴーマイフレンズ、ありがとうございました。ここ本当崩落してるから怖いから、真正面にボカーンと行かないようにお願いしますね。
帰りましょう。ゆっくり降りていきます。ゆっくりね。道なりにゆっくり、センターラインを割らないようになるべくね、対向車が来る、常に来ると思って、常に来ると思って意識して、道路はゆっくり、こういうところはね、走っていくのが一番ベストだと思ってます。なるべくこういうとこね、景色が見たいからって泊まりたい方がいると思うんですけど、危ないのでね、いやお避けくださいね。ここら辺はね、もう万が一何かあった時にね、取り返しがつかないことになるんでね、気をつけてほしいと思います。ありがとうございます。とてもね、素晴らしいですよね、ほんとね、こういうとこ、こういう山奥に大仏作るっていう発想がすごい。山奥ですごく土地の値段が安かったのかもしれないけれども、それでもすごいよね、うん、すごいと思う。このカーブのとこのお家ね、なんかすごいよね、こういうカーブのとこにお家建てるっていうね、なんかね、すごい。事務所兼工場兼お家なんでしょうね倉庫兼駐車場兼みたいな。学校とか買い物が大変かな、うん、そう思いますけど、まあ車で行くか危ないからね。川沿いを走っていきます。はい、下まで降りてきました。結構降りてきたでしょうね。まもなく左方向です。はい、どうだったでしょうか、田島大仏ここ176円で のけぞるんですけどのけぞっちゃいますよね。春のうららの隅田川、隅田川じゃなくて八田川でございます。はい、ありがとうございますね、ご利益ご利益、旅のね記念と皆さんのね、なんだろう、幸せを記念いたしましてお参りしてまいりましたけどもね、団地は薬師如来、阿弥陀如来、三体揃い踏みでございました。素晴らしい、ね、このままずっとまっすぐね行くんですけども、まああのここのこっち側じゃなくてね、ほんと急道を通るとやっぱり民家の方にね迷惑がかかってしまうんでね、普通にですね
これ上がっていくと歩いていきます。大仏殿。ルートを変更しました。まもなく左方向です。一旦停止は絶対守りましょうね。でここで十分止まって徐行しながら進んでいく。で左右を確認して出す。対向車にも気をつける。このパターンですね。あと7キロですね。あと10分ほどすると鮎の里八田川が見えてきます。鮎の里八田川テーマ曲が流れております。はい、ということでございます。一旦、動画を切りますね。はい、この渓谷一回見行っていたいんですけど、なかなかちょっと行くことができずに残念でございます。また雨足が強くなってまいりますけど、ね、雨です。とっても左側はね、綺麗ですね。ちょっと左に傾けるだけ傾けてみますね。はい、左側はこういう川が、八田川が流れております。はい、左側はね、川が流れております。はい、元町さんいらっしゃい、どうも。もうそろそろですね、鮎の里八田川に、八田川道の駅に着きます。そこで今日はね、キャンプをしたいと思いますけど、この雨よ、この雨この雨、カホゴバリ行く。久しぶりのカホゴバリ。マサガミのカホゴバリを見てみたいね。川が流れる道路の横、映ってるかな。この川結構流れてますね。今日はね、センターライン割らないで、割らないで、センターラインを、危ないからと言ってたら後ろから車が来ております。行かしてあげましょう。ゆっくり走ろう、ね、もうすぐに道を譲ってあるところがいいですね。私はなぜならば皆さんに川を見せてあげたい。制限速度を守るとちょうどいい具合に見えてくるんですね。そんな感じです。元町さんいらっしゃい、どうもこんにちは、ありがとうございます。あそこにちょっと滝みたいなのがありますね。滝がね、ずっとここまで歩いてこれるんでしょうか。ちょっと無理かな。 4.7 キロここまでありますからね。ここで川が二手に分かれてるような気がするんですけど、私の気のせいなんでしょうか。こんにちは、ポレグレスさんいらっしゃい、どうもこんにちは。はい、いよいよ来ましたよ。ついに道の駅鮎の里八田川。はい、ご挨拶ありがとうございます。右側に流れてるのは八田川でございます。結構ね、治水工事がかなり進んでる川でございましてですね、かなりなんていうのかな、いい感じだと思います。まあ予定通り昼頃に着いたんでね、1時半が昼頃かどうかっていうのは別ですけども、鮎の里八田川で定食を食べたいと思います。はい、もうちょっと視線が高いとこのあれが見えなくなる、欄干っていうかね、あれがから上から見えるんでね、
いいんですけども、ちょっとね、あの山沿いに山がこうね狭くなってくると、前みたいにね、あの電波が届きなくなりますけども、またね、あの広がるんで、3.3 キロ、あと 3.2 キロですね、あと5分少々で着くと思います。あと5分少々で着くと思います。頑張ってください、作業ね、頑張ってください。ありがとうございます、元町さん。はい、近づいてまいりました。トラックとか背の高い車だと結構見晴らしいいのかもしれませんね。あ、看板が見えてきましたね。鮎の里八田川のほら道の駅、鮎の里八田川、はい、見えてまいりました。2キロでございます。2キロでございます。ここら辺は村ですね。八田が熊谷町ってなってましたね。降水確率 90%。 そら降るわ。まあぼちぼちやります。大丈夫ですか？ありがとうございます。すごいね、治水工事すごいですね。マイエリアに登録してるからね、もうすでに。ここは来る、また来るとこだから。はい、道の駅八田川、鮎の里八田川、あと 500m でございます。はい、皆さん、はい、近づいてまいりました。ここであのねキャンプします。キャンプ料金は1人500円で、すごくリーズナブルです。道の駅なんで当然24時間ね、休憩仮眠できるあの駐車場と、トイレがついておりますね。はい、はい、来たー、来た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 、来ましたよ、ほらほら、来た来た来た。はい、八田川でございます。はい、はい、来ました、来ました。移送地区なんですね、移送地区なんですね。エンジン停止、 RV パーク、結構来てます、ね、通過します、通過します。私の駐車場は太平橋、ここ桜はないですね。なんでここに止めたかというと、ここがキャンプ場だからです。
旦切りますね。ありがとうございました。またです。